こんにちは、土の子です。さあ、沢村の方もやっていきましょうか。一応新しいポケモンですからね。今回公式でも突撃室を連れて行こうとあるので、突撃室がお邪魔で入ってくるので突撃室を入れてみます。で、フェラーリーパワーなので、どうせだったらね、フェアリーで固めた方がいいので、ゼルネアスと。で、今回ゲンガー使いますけど、まあ、メガレックザでももちろん OK、まあ、どっちでもいいかなといった感じです。僕は最初のお邪魔が結構、大きいお邪魔をしてくるのでゲンガーを選びました。そしてブロックが結構あるので、ブロック寿司プラスのゼクロム、効果抜群ではないですけれども入れています。これでノーアイテムでチャレンジしていきましょう。さあ、いきます。まずブロック寿司はあまり成功する形ではないですね。なかなかね、いい形が見つからないので、これはゲンガーを揃えて岩ブロックを消していきましょうか。これがいいかも。岩ブロックを揃えていく。そしてゼルネアス揃えていこうか。ゼルネアス揃えて、ブロックもなかなか崩せなかったな結局。でもブロック、あー、崩れなかった。さあ、さらにお邪魔をしてきましたね。かー、きつい。ブロック崩し、決まらず。さあ、ちょっとブロック崩しが失敗し続けるのが痛いですね。これはやっぱ4マッチ以上が出来上がってないので、出来上がってないとかなり厳しい。これはフェアリーパワーで落として揃わせたかったゲンガーを。ちょっと今回運が悪いかもな。フェアリーパワーは失敗。まあ3マッチじゃ全然発動しないもんね。これもフェアリーパワー狙うけど、まあダメだよね。大きくコンボすれば違うけど、コンボできなかった時はきついね。これもゲンガーを揃えて、いいですね。ああやって、ああやって突撃室に変えた時にしっかりコンボするといい感じ。さあ、ブロック崩しは失敗。もう一度ブロック崩しは失敗。3マッチしかないのが厳しいな。これもなんか嫌がらせのように突撃室がね、4マッチ5マッチで揃わない形になってますね。これひどくね。ブロックを先に崩しておきたいが、今、あ、やっちゃいましたね。ブロック勝手に消えてたな。ここはフェアリーパワーは失敗。大きくコンボすればって感じですけど、うん、でもノーアイテムで倒すことできますね。結構途中まで厳しかったですけど、後半はお邪魔が、あまりひどくなかったので倒すことできました。さあ、スパボリセットは使っていきましょう。3手余りで 23%、まあ、早めにゲットしたいところですね。来い。あー、残念。何回も挑戦するのはね、300コインがもったいないので。どうだ。うん、おっぶねえ、逃げ足早えぜ。じゃあもう一回やります。いや、残り手数は2でしたね。今度はちょっともたついた。さあ、ポケモンゲットタイム11からの 19%。 ちょっと苦しいかな。どうだ、5回に1回。いっダメー。さあ、1回だけ投げていきましょう。さあ、どうだ、来い。ピシッと、ゲットできましたね。なかなか捕獲率低いので、そうだな、一発で決めようとしたらお邪魔ガードを使うとかあるかもしれませんが、まあ、ノーアイテムでも倒せるけど、結構手数が残んないとね、地味に300コインが響いてきちゃうと思うんで、まあ、アイテム使うか使わないかはしっかりね、考えた方がいいと思います。で、初クリアコインが200、攻撃力60でプラスアタックですね。プラスアタックはプラスで揃った時が2倍になるんだったかな。
はい、それじゃあ次回はね、沢村終わったので雷光とあとはミッションカードの新しいやつですね、カード9なんかを挑戦していけたらなと思います。ということで、よかったらまた次も見てください。土の子でした。